はるはるきんきん、はるきん TV。 どうも、そがりきん TV と一緒に炎上したことがあります、はるきん TV です。全部誰やねんっていうね、過去のボケの使い回しね。はい、週明けでございます。火曜日元気出していきましょう。 A ちゃんやっちゃえ、オープニング。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部タックです。はい、本日週明けの火曜日でございます。今週もよろしく言うとりますけども、なんか週明けってどんな動画上げたらいいのかわからんのですよ。学校ずる休みした次の日みたいな、どんな顔していこうみたいな。なんで基本動画上げてなかった時に起きた速報とかをねやりたいと思います。で、本日はあの音も出る神ことヒカキンさんがインタビュー内容の矛盾を指摘されて半切れしてましたんで特集させていただきます。詳細です。登録者合計1100万人を誇るウームさんの顔ヒカキンさんなんですが、今月3日公開された自身のインタビュー記事でプチ炎上しておりました。記事のタイトルです。200円の定食を4年間食べ続けたヒカキンが語るストイックなサラリーマン時代前編。おお、まあ、関係ないですけど、計算すると4年毎日200円は29万2千円ですね。割と使ってますね。全自動ジャンタ買いますね。これどうでもいいですね。で、記事の内容自体は、ヒカキンさんがまだスーパーで勤務しながら YouTube 活動を行い、マリオビートボックスでバズった話なんですが、その最中の苦労話が素敵やん、泣けるやんとですね、まあ、読んでいて、あ、本当にこの人努力家なんだなと思うようなことが書いてありました。がしかし、ガダルカナルと、その記事の内容の一部が矛盾してるじゃねえかとネット上げ足部隊からロックオンされておりました。まあ、その内容の一部を読みます。2012年1月、会社を辞めて YouTuber になるのですが、その前に一度だけ奮発して昼を牛丼屋さんで食べたんです。ブン。4年間働いて最初で最後の外食、300円ちょっとの牛丼が本当に美味しくて、ブン。ああ、みんなは外でこんなに美味しいものを食べてたのかって衝撃を受けました。シュコーン。あの味は今も忘れられません。ブン。そうですね、初の外食が牛丼、まあ、そのぐらいお金を大切にストイックに生きていましたヒカキンですという内容なんですが、ここで暇な方々がこんなこと言います。ほんまに牛丼が初なんかはあれ。そして過去のブログが掘り返されます。するとどうでしょう。2009年390円のカツカレー、2010年寿司屋で13皿、さらにつけ麺、油そば、焼肉を食べていたことが発覚。いや、初の外食やないやないかー、いや、どうでもいいやないかーとね、当のなぎこ再婚くらいどうでもいいんですね。で、これに対してヒカキンさんが、出勤日に外食をしたのが牛丼が初めてって話です。ブーン。休みの日は付き合いご褒美で一緒に外食をしたりしました。ブーン。手取り13万円で100万食べたのも本当ですし、話を誇張したりしない主義です。とですね、考えてよく見たらわかるだろうがおめえらと言わんばかりの文で解説しておりました。しかしこれにも、でもあの味は今も忘れられませんって言うほどのことですかねとね、あーまあ確かにねと言わざるを得ない揚げ足を取っておりました。で、これを見た時に思ったのが、これ僕個人の感想ですよ。まあヒカキンさんもこれに反論とかね、うるせえバカって言えるわけないんですよ。それをどうでもいいことで矛盾してませんかとか、勝ち怒った顔してよ、マウントしてドヤーっとしとる姿、虚しくないか。これにも多分、指摘の何がいけないんですかとか言う人いるんですよ。いや、ヒカキンの初が牛丼じゃなかったらお前殺されてもするんかって言いたいですね。言ってる人のほとんど何の被害も被ってないですからね。いやいやわ、多分僕の心広い視聴者なら共感してくれるんじゃないかなと思います。基本僕にも文句言ってくれるやつ FF 外ばっかすもんね。一番頭パニクったのが FF 外から一時の母です言うて、最近の動画投稿頻度自分に甘いすぎじゃないですか、20万人もいる人のつることじゃないと思いますってガチで来てて、いや誰、お前誰って話ですね。まあ本当こんなことは日常茶飯事なんですけども、なんか最近叩いて絞って炎上させろみたいな目立つなと思ったんでね、今回ヒカキンさんのインタビューと含めて動画にしてみました。まずなんかマイナスから入っていくのは一旦やめようぜって思ったっていう話でございます。はい、というわけで本日以上です。で、本日コメント欄に、誰か有名人を叩いてアンチをしたことがある人いればぜひ教えていただきたいです。さらに当時の自分を振り返ってみてどう思うのかちょっと興味あるんでね、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみ。ブーン。